ジャンプ新連載の超順、頂上先輩いけそう？に対するみんなの反応集。それではどうぞ。悪くないけど長続きはしなさそう。むしろネタ切れまでは延々やれる舞台設定じゃない？いつもの味わいすぎるから俺は大好きだけどどうだろう。真ん中よりちょっと下くらいの掲載順で3年くらい安定飛行してまだアニメ化してないのかと触れられるくらいのポジション。ギャグ漫画でいいんだよね。ウィッチウォッチみたいにシリアス編とかたまに入る感じ。1話は面白かったし、つかみも良かったよ。でもサモンくんも面白かったけど息切れがひどかったし、とりあえず様子を見てみないことには。安心して読める感じで好き。人気が出るかどうかは知らない。大丈夫大丈夫、警察ものは200巻やってもネタが尽きないはずだから。サモンくんも最初は良かったけどネタ切れしてあれになったからな。今の環境なら少なくとも即死することはないはず。前の悪魔みたいなノリで毎週犯罪者が活躍するんだろうな。多分サモンくんダメだったのにそのままの味がするから跳ねる未来は見えない。つまりそこそこの人気で10巻くらい続いて終わりってことか。息切れ対策が万全ならいけると思うけど、1巻分くらいは見てみないとなんとも言えん。何はともあれ戻ってきてくれて本当に良かったよ。割と好きなはずなのに全部読み切る前になんかだるくなってしまった。新連載を辛く評して自分が何者かにでもなったような気分になる編集気取り。サモンくんは主人公が好感持てないキャラクターの割によく持った方だと思う。サモンくんも割と素直なツンデレで可愛くなかった？ストーリー中長編だとなんだかんだ助けてくれるツンデレギャグ界だと両津勘吉って感じだったよね。ギャグ漫画だししっぺ返しもちゃんと食らうからそんなに嫌ではなかった。この手の性悪主人公って性格ねじ曲がってて非難されるような行動を取るのに報いがなかったり、作中でそれが悪として書かれてないから読者に嫌われるのであって。なんか早いうちにまたクソシリアスやって人気落ちそう。単行本のおまけページでの作者コメントによると、たまにやるクソシリアスクソバトル会話アンケートの結果は悪くなかったらしい。キャラが変わっただけでサモンくんとほぼ同じ感じ。テッシーがアイドルやることになったけどそろそろやめたいから助けて。してたのはサモンくんの操縦方法上手くなったなーって思いながら見てたわ。それはそれとしてえぐい内股はもっと見たかった。めちゃくちゃ迫害されて口では悪ぶってるけど、ちゃんと市民のために働いてるのはもうめっちゃシリアスだと思うんですよ。シリアスでネタのストック貯めるのがラブ漫画の基本って聞くし、シリアスやるのは避けられないんだろう。悪いけど身内の中のノリ表現すると面白いけど、社会とか世間描写するのものすごい下手だから警察ものとは相性悪そうな気がしてならない。普通に笑えるコメディだったからこのままの路線で続けてほしい。サモンくんも打ち切りというより円満だったし。なんか特殊な例のように言うけど、ジャンプに載ってる漫画大体何かしら草されてない？リアルな社会描写のギャグ漫画っていうほどあるか。読み切りに比べてちょっとバスエっぽさが強かった。1話だけだと読み切りと大きく変わらないから、今後のレギュラーキャラ次第かなって普通の感想。公園で遊んでるあたりで、ああこれもうすぐヤクザなり不良なりが出てきて成敗する流れだなって予想できちゃうんだよね。まあ漫画経験値積んでる漫画読みならある程度展開は予想できる。でもそういう安易なのが読んでて安心できるって人もそれなりにいるんだ。クソシリアス始まって社会だのリアリティだの言うならまだしも、とりあえず今はまだただのギャグ漫画なんだから、いかにもなヤクザ出したくらいで、そんな目くじら立てんでも。偏見だけどこの手のタイトル文字ってそのまま本名にしてる系のタイトルの漫画ってジャンプでうまくいくイメージがないわ。遊戯王とかルローニケンシンとか一発ネタっぽくない程度にひねってあれば別だけど。サモンくんの反省からか、主人公のクズ要素が抑えられてる。面白かったけど主人公の能力強すぎでは？こんなのがボロボロしてるのか。パロディマスマスだったし、独特の主人公カスフォント好きめっちゃ笑った。あまりにも高濃度の沼旬漫画で面白さよりも先に感動してしまう。待ってたよマジで。やっ
ぱこの人の格ギャグ解きやすい関係の男女コンビはいいな、忘れないうちにアンケート出してくるわ。久しぶりの沼旬ワールドで満足。だけど個人的にギャグの切れ味は読み切りの良かったな。一系 A の掛け声で加速するヨーヨーでめちゃくちゃ笑った。ホビー漫画の主人公がやるやつを超能力で実際にやるんじゃないよ。面白くないわけじゃないけど爆笑まではしなかった。ネタの爆発力が足りない気がする。一応アンケは入れといた。ブラックジャックがちらつきまくる。高橋一生のドラマもあるし、その時期まで連載続いたらパロネタやってきそうだな。まあ前作知ってる人から見ればいつもの味でインパクト足りんかもしれんけど、そのフィルターなしの初見には十分なインパクトだと思うよ。サモンくんファンとしてはちゃんと求められているものを出しされて確かな満足。とりあえずアンケ枠は向上的に一つ埋まったわ。逆にいつもの味でニコニコしちゃったラーメン屋でしっかり注文通りのラーメン出た。大前提として面白かったけど、今の主要キャラ2人はサモンくんの誰々枠だなって感じがするから、前作にはいない感じで、かつ面白いキャラクターが出てきてくれるともっと好きになる。沼先生の会話劇からしか摂取できない栄養がある。ずっとこれを求めていたんだ。俺の生きる理由をありがとう。別作者の話だけど、キルコさんでヒロインが超可愛くても警察官のはずの主人公がクズなのがどうしても読みづらかった記憶あるから、頂上先輩はカスカン今のとこないの、安心して読める。前作はクズ登場まで主人公叩かれ気味だったから、抑えるのもわからんでもない。ただこのままだと毒気が物足りないので、今作も早めにクズ枠を頼む。うまく言えないが、今でもサモンくんアニメ化期待しててストックもあるから、5は沼旬先生の作者としてネームバリューがさらに上がればワンチャンって思ってて、のこの沼旬節の変わらないギャグ漫画でこのノリが変わらぬなら俺は押し続ける。クズじゃなかったら部下に民間人を射殺しろなんて言わねえ。まあ一本木ちゃんが断ると分かった上での発言だろうけど、口が悪いひねくれ者くらいの印象かな。超能力で不当な扱い受けてるって設定のおかげでマイナスイメージにはならずにちょうど良い塩梅に思える。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。